IQ は元のバンドであるザレンズの解散後、1981年にマイク・ホルムズとマーティン・オーフォードによって結成されたイギリスのネオプログレッシブロックバンドである。バンドが大きな商業的成功を手にしたことはなく、幾度かのラインナップ変更があったが、IQ は長年にわたって忠実な支持者を築き上げ、2019年現在も活動を続けている。2011年、 IQ は30周年を記念して、イギリスとヨーロッパで一連のコンサートを行った。IQ は1980年代初期に結成され、1970年代にミステられたジェネシスやイエスなどのプログレッシブロックスタイルを引き継いだ、マリリオン、ペンドラゴン、トゥエルフスナイト、パラス、クエーサー、ラホースとソルスティスを含むイギリスのバンド群の一つである。音楽プレスは、 これらのバンドを記述するために、ネオプログレッシブというフレーズを作り出し、他のバンドのスタイルを単純にコピーしていると、しばしば非難した。この非難は、マーティン・オーホードによって激しく否定されており、マーティン・オーホードは、ネオプログレッシブという用語の使用に反対し、バンドが音楽的影響の幅広い選択を持っているということを主張している。1982年からラインナップは、 ピーター・ニコルズ、マイク・ホルムズ、マーティン・ウォーフォード、ポール・クック、ティム・イーサウとなった。ニコルズは1985年7月に脱退し、新バンド、ナイアデーム、エス・ゴーストを結成して、ポール・メネルに交代したが、その後、1990年になって、バンドに戻った。2005年の初め、ポール・クックがバンドを去り、アンディ・エドワーズがドラマーとなった。2007年7月20日、 マーティン・ウォーホードが IQ を脱退し、プログレッシブロックバンドであるダーウィン、S ラジオのマーク・ウェストワースに交代したことを発表した。2009年後半、ポール・クックがアンディ・エドワーズの公認としてバンドに戻ってきた。2010年10月7日、マーク・ウェストワースがバンドの公式ウェブサイトでバンドを辞めることを発表し、IQ での最後の出演は2010年12月11日と、 なった。2011年1月1日、バンドは、マークの後任にインストゥルメンタルプログフュージョンバンド、スフィアからニール・デュラントを迎えたと発表した。2011年1月7日、19年にわたり、ベーシストを務めたジョン・ジョー・ウィットが、バンドのウェブサイトでバンドを脱退し、最後の出演が2010年12月11日のコンサートであったことを発表した。 2011年1月のうちにオリジナルベーシストのティム・イーサウがバンドに復帰した。2010年1月16日、ザ・クラシック・ロック・ソサエティ・アワーズ・ナイトにて、バンドはフリークエンシーで年間最優秀バンドとベストアルバムを獲得した。左から、フォルムズ、ニコルズ、クック、ベスト・ワース、ジョー・イットバンドの音楽スタイルは、特に彼らのキャリアの初期に、 歌手のピーター・ニコルズによるボーカルとステージにおける存在感、そしてキーボーディストのマーティン・オーホードの壮大なキーボード演奏からピーター・ガブリエルとスティーブ・ハケットがいた時代のジェネシスを伝想させた。しかし、ギタリストのマイク・ホルムズの役割はバンドにおいてずっとはっきりしたものであり、音楽的により強いエッジを与えた。ニコルズの脱退後、アルバム、ノムザモと ああいうシッティングコンフォータブリーで、バンドのスタイルはもっと商業的で、ラジオ向きなものになった。ただし、各アルバムにはまだ、プログレッシブロックスタイルの楽曲も含まれていた。1993年のエヴァー・デ・ニコルズが復帰してからは、より複雑なアレンジと、複雑なミュージシャンシップを特徴とする長めの楽曲により、プログレッシブロックのルーツへと回帰した。ありがとうございます。